バイカルアムール鉄道のセベロバイカリスク駅。セベロバイカリスクは、ロシアのブリアート共和国に属する都市。バイカル湖の北端に位置し、ディア川がバイカル湖に注ぐ河口にある。ブリアートの首都ウランウでの北西 440km、東シベリアの中心イルクーツク市からは北東へ 490km。セベロバイカリスクは1974年に、 バイカルアムール鉄道の建設作業用の集落として誕生し、1980年に正式に町となった。2002年の国勢調査では人口は25,434人。2006年の推計人口は25,800人である。セベロバイカリスクの歴史はバム鉄道の歴史と密接に関わっている。中祖対立や中祖国境紛争に伴い、 ヨシフ・スターリンの守護建設が中断していたバム鉄道の重要性が見直され、1970年代半ばに工事が再開された。バイカル湖沿岸のこの地はバム鉄道の中間部にある着工地点に、また工事用資材の集積地に選ばれ、大きな集落が出来西のブラーツク及び東のティンダへの路線建設が行われた。当時この周辺にあった唯一の集落は、 バイカル港北岸の出現の縁に位置するニジニアンガルスクという村であったが将来の拡張性に難があることからこの村は鉄道建設基地に選ばれずその南西 20km の湖に面した大地の上に新たな町セベロバイカリスクが建設されたセベロバイカリスクの将来の人口は14万人にまで増える計画であったバム鉄道を建設に志願したコムソモールや 労働者たちは1974年にセベロバイカリスクにいたり宿営地を築いた。テント、小屋、鉄道車両などからなる宿営地は当初のボゴドニーと呼称された。宿営地は鉄道建設が進むにつれ急速に拡大し、1980年には町としての資格を認められた。バム鉄道が1984年に公式に完成するまでの間、 セベロバイカリスクは、レニングラードと協力関係を結んでいた。しかし、バム鉄道が完成すると街にも衰えが始まり、経済危機やペレストロイカの時期には、多くの建設計画が取りやめとなった。1980年代には、人口が3万5千人に達したと見積もられるが、1989年国勢調査では2万8336人に、 減少し、2006年では25,800人と見積もられている。セベロバイカリスクは、主にコムソモールの志願者が築いた街であるため、人口は今も比較的若い。人口の90%が正教会信者で、10%はブリアート人である。セベロバイカリスクのバイカル湖に面した港、ゼベロバイカリスクは、バイカル湖北端の高原上に位置しており、 近くにティア川河口がある。町の西はバイカル山脈に囲まれ、北東はスタノボイ高地に囲まれている。セベロバイカリスクは地理的に孤立しており、一番近い町はバム鉄道を西へ行ったところにあるレナ川沿いのウスチクートで2 6 0トル以上離れている。最寄りの大都市はウランウデとイルクーツクで共に5 0 0トル近く離れている。 ソ連時代に計画された街同様、セベロバイカディスクもプレハブコンクリートパネルでできた5階から6階建てのアパートが立ち並ぶ。バイカル湖北部は地震活動が活発なため地震に耐えられる、要高層ビルの標準的な設計が取り入れられている。郊外はバム鉄道建設当時の作業員用宿舎だった小屋が並び、中には列車を利用した小屋もある。目抜き通りは、 鉄道駅から街の中心を伸びるレニングラードスキー通りで、鉄道駅はレニングラードの建築家が設計した船の穂の形をした建物である。駅の前には街を築いたレニングラード出身の志願者や労働者の石踏みが立つ。駅の北にあるレニングラードスキー通り沿いの中央広場には市役所と鉄道労働者文化宮殿がある。 また、教会やバム鉄道歴史博物館もある。陸路交通は、バム鉄道のみで、道路では、町の近郊より、外側とは結ばれていない。水路は、旧ソ連では、一般的なボス砲ート型水中翼船が夏になると、セベロバイカリスクとイルクーツクの間を、バイカルコ経由で結ぶ。空路では、北へ2 3トルの虹に上がるスク村にある。 空港からイルクーツク及びウランウで行きの便が出ている。シベリアの他の都市同様、セベロバイカリスクは亜寒帯気候、大陸性気候で、季節により気温差が激しい。夏は暖かく、7月の平均最高気温は21度に達する。冬は極めて寒く、1月の平均最高気温はマイナス18度、平均最低気温はマイナス27度にしかならない。 ありがとうございます。